山梨県甲州市では特産の転柿作りが最盛期を迎えています。転柿は渋柿の皮を剥いた後3週間ほど天日に干すことで渋が抜け甘みが蓄えられるということです。今年は7月の長雨の影響や柿の病気もあり収穫量は例年の5割程度ですが仕上がりは上々だということで年末年始の贈答品として全国に送られます。